ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。私、ダイヤモンド社出版編集部の宮田和美と申します。本日は、私が担当しました、この本をご紹介させていただきます。5月の、19日に発行させていただきました貢献力の、経営と書いてマネジメントと読みます。こちらの著者はですね、NTT データという上場企業の社長をしていらっしゃいます山下徹さん、この方にご執筆いただいた本になります。経営者の方が書いていただいた本ということで、経営書という形でもあるんですが、ここのタイトルにもあります通り、ここの本のテーマは大きく貢献力というのがテーマになっています。じゃあ貢献力って何なのかというところをこの本で最初から紐解いていってるんですけども、ここで言う貢献力というのはですね、こういったこの混迷のですね、答えが見えないような時代に、組織の中だけではもう答えが見出せない時代になっているということをこの山下社長自身が感じていらっしゃいまして、そういったものを見つけ出すためにはですね、全社総力戦でやっていかな経営を当たっていかなければいけないというところの思いからスタートしてこの本が始まりました。総力戦ということを成し遂げていくためには、一人一人が枠の中で行動したり人とつながったり答えを探していくだけではもうダメだという時代になっています。じゃあその貢献力を一人一人組織が身につけていくためにはどうしたらいいのかっていうのを一緒に考えていこうというスタンスでこの本を書いています。まず大きくご紹介しますと、この本 の、 その山下社長 の、 あの視点の面白いところは、貢献というのはですね、人間の自然な欲求だと、もう貢献は本能であるっていうことをおっしゃっています。今、世の中で例えば社会貢献ですとか、社会起業家という人たちが出てきていますけども、彼らはその、社会的課題をですねミッションとして、事業を立ち上げていかれていますが、そういったものを多くは誰かの役に立ちたい、誰かを救いたいという思いで、事業を立ち上げられています。それはそういった社会起業家ではなくって、私たち、働いている人一人一人の中に誰かの役に立ちたいという本能があるからだというところで、それがこの、 何年かで大きく世の中に動き出しているのではないかということを考えて山下社長はおっしゃっています。特にその企業の中ではですね、ここ10年ほど成果主義の導入から、それに対するその、成果主義 の、 その反動といいますか、行き過ぎた成果主義を見直そうという動きが始まっているのは皆さんご存知だと思いますけれども、この本ではですね、自分のための成果主義から誰かのための貢献主義に緩やかにシフトしていきましょうということを大きく謳っております。じゃあここにこの貢献主義とは何なのかということをお話ししたいと思うんですけれども、まず貢献していくためには、自分がその組織の枠の中で動いていては貢献はできないというところで、誰かとつながって学んでいきましょうというこういった関係が、大事ですねってお話をしています。つながって、そこから学んでいくというような、私たちはこれ貢献のループと名付けましたけども、こういったループをいっぱい持っている人がこれから、答えがない時代に何かのきっかけを見つけてくれる人なんじゃないかというふうに考えています。じゃあその誰かに貢献したいというところのベースに、人はいろんな欲求を持っていると思うんですけども、欲求とじゃあ貢献したいという気持ちの関係はどういうふうになっているのかというのを、この本を作っていく過程で山下社長と、私たちスタッフ編集スタッフが一同になって、そういった背景を考えてみました。これは右側の図はですね、マズローの5段階欲求モデルという、非常に有名な欲求モデルなんですけども、ここ一番下がいわゆる生理的欲求、何か食べたいとかそういったお腹が空いたみたいな生理的欲求ですね。でその上が安全の欲求ということで、守られていたいとか生命を維持したいみたいなものですね。
その上が、所属と愛の欲求と、どこかに会社に所属したりファミリーに所属したり、そういう人たちとの愛をもらい合いたいっていうところの欲求が3番目になります。でその上にさらに、大きく承認の欲求というので、ここに人にも認められたいという欲求がきまして、一番上が自己実現の欲求と、ここではそのいわゆる 書店にもたくさん並んでいるスキル本ですとか、そういったものはこういった自己実現をサポートするための本が世の中にたくさん出てると思います。こういったものを大きく5段階を分けると、下が守られていたいという欲求なんじゃないかと。でその上に、誰かに認められたいという欲求が来て、一番上に、さらにその上に役立っていたい、意味を感じたいみたいな欲求が大きく3つにこの5段階モデルが分かれるんじゃないかと。それを経て、貢献という考えの方に基づいて、この欲求を分解したときにどういった貢献する対象が変わってくるのかというふうに考えたところ、この守られていたいにあたるところは、一番下で言うと家族や身近な人に対する、奥さんですとか子供とか、両親とかそういった身近な人に貢献したいという欲求が来るんじゃないかなと。その上には、自分が所属している、組織だった会社だったり組織だったり、何かのスポーツチームだったり、そういったところに、貢献が来るだろうと。でさらに、ここの本で大きくテーマにしたいのは、この役立っていたい意義を感じたいっていうところをさらに満たすためには、今自分が所属しているチームとか組織だけじゃなくって、新たなコミュニティ、いろんなコミュニティに貢献するという流れが大きくうねりとなって出てきてるんじゃないかなというところで、貢献するためにはいろんなコミュニティを持っている人が強くて、そこからいろんな学びがあって、そこからいろんな選択肢を引っ張ってこれる人っていうことが、貢献という力をですね持つことができるんじゃないかっていうふうに考えています。で、この本で貢献していくためには、じゃあ貢献ってどうやってやったらいいのかという話になってきたときに、貢献をですね、先ほどご紹介したこの貢献のループ、つながって学んでいくと、こういったコミュニティをいくつも持っている人が強いと申し上げましたけども、こういった貢献のループを回すために、3つのキーワードがあるんじゃないかと考えました。1つ目は、競争する、共に何かを作っていこうっていうこと。2つ目はさらにそこに自分なりのプロフェッショナリズム、プロフェッショナル性があるということ。3つ目はそういった多様性、いろんなコミュニティ、いろんな人がいる中から、こういったものを強調して見出していくというこの競争、プロフェッショナル、いわゆる多様性、いわゆるダイバーシティとも言われますが、この3つのキーワードを意識しながら貢献というものを考えていったり行動していくことが大事じゃないかなというふうに思っています。はい、この本ではそういった貢献力というもので、じゃあ企業の中でどのように一人一人の 社員がですね動いていったりするのかと、経営者はその貢献力を、の社員の貢献力を伸ばすためにどのように会社がサポートしていくべきなのかというところを、トップダウンとボトムアップ両方で、事例などを紐解きながらご紹介しています。そうですね、コミュニティというのは、最近そのソーシャルメディアをはじめとする、ソーシャルネットワークというものもあるかと思いますけども、そういったソーシャルネットワークを、コミュニティとして有効に活用している人は、やはり情報、いろんな情報のリテラシーも高く、いろんなコミュニティをそこに持っている可能性も高いというところで、山下社長もこういったソーシャルネットワークを社員に有効に活用するようにというような、社員にそういった常に呼びかけていたりしています。でこの本の、まず作るきっかけ、になった山下社長との出会いの中で、面白いなと思ったのは、
行使を混合せよといつもこの人が小山下社長がおっしゃってるんですけども、行使混合っていうのは行使を混同する、行使混同してるよねっていう悪い意味に使われてる行使混同ではなくって、行使を混合することが面白いんだと。仕事とプライベートの境目がないような、人ほど実はいろんな答えと選択肢を引っ張り出せる人なんだというところで、決して仕事とですね、プライベートをごちゃ混ぜにして、モラルなきそのサラリーマン、ビジネスマンになれと言ってるわけでは決してなくって、常にこういいような形でそのクロスしているような状態、そういう人が、これからの時代を、にきっかけか何か突破口を見つけられる人になるんではないかというふうに山下社長と、私たち編集者はそう考えています。はい、最初申し上げました通り、貢献、誰かの役に立ちたいのは、人間の本能であると。そこから、これまでの行き過ぎた、短い短期的な目標で数字だけで人を縛る成果主義ではなくって、常にこう誰かのために役立ちたいという貢献主義にシフトしていきましょうというところを、この本でご紹介しました。ちょうどこの本を作っている最後の、構成のところで、東日本大震災が起きました。その後、人とつながって、助け合うことの重要性がいろんなメディアで叫ばれたと思いますが、私たちもその貢献、そのお話の中にこういった貢献という 人の役に立ちたいというのは本能であるというところが改めて見直された証拠ではないかなと思っています。ただ、人とつながって、いわゆる慰め合ったりつながり合うだけが大事ではなくって、そこに、プロフェッショナルという自分なりの専門性を持って、そういった多様な環境を持っているっていうところが、これから、答えが見えない時代を生き残っていく、ビジネスマンとそのビジネスマンを支える会社が持つべき方向性ではないかなというふうに考えています。貢献力のマネジメント、もしよかったら読んでみてください。ありがとうございました。